新三里浄水場新三里浄水場は埼玉県三里市南は沼にある埼玉県企業局で4番目に設置された浄水場。1990年7月通水。減水は利根川系の江戸川の表流水から引き入れ、自然流下で東京都水道局三里浄水場へ同水する。三里浄水場の原水ポンプから新三里浄水場の着水位に溶水した後、 浄水処理され、大久保系、昭和系の各送水管へ送られ、県南部の受水団体の水道用水となる。横越流方式の潜り関で浄水場から南東、約 1.8km の江戸川湾に8門を連続配置し、各門から取り入れた減水は、線形水路で、取水機関に収水し、取水所の接合位に導水する。 取水機関入り口にはゲート及び操作室を配置している。取水するための管理施設で、取水設合意、取水ゲート、流量計、取水量を調節する、流量調節弁、水質管視用水質計器等を設置している。また停電時に備えて、自家発電設備を1台設けてある。減水ポンプは、三里浄水場用及び、 埼玉県企業局新三里浄水場用があり、双方とも液体抵抗器による二次抵抗法を用いた回転数制御及び台数制御により減水量の変動に対応している。新三里浄水場用の危機意識は東京都水道局が維持管理している。ありがとうございます。